皆さんこんにちは、アトリエキッチンです。今回はベーコンの旨味が染み込んだやみつきベーコンエピをご紹介します。1分混ぜるだけのこねないオーバーナイト製法、成形がきれいにできる裏技も公開しています。レシピは4本分。まずは生地から作っていきます。使う粉は純強力粉、今回僕はリスドールを使っています。ミキシングが1分と短いため、塩とイーストはあらかじめ溶かしてから加えてください。なくても作れますが、モルトシロップがあれば綺麗な焼き色がつきやすくなります。 130g の水からイーストを溶かすための水を少し分けておきます。レシピは動画の概要欄にもあります。この製法はこねない代わりにパンチを2回入れることで生地を作っていきます。予備発酵ではないので、溶けたイーストはすぐに加えます。ボウルにすべての材料が入ったら、粉っぽさ、水っぽさがなくなるまで混ぜていきます。こちらは1分混ぜただけの生地、すぐにちぎれてしまい、まだパン生地とは呼べない状態。このまま60分休ませて水和を進めます。60分置くだけでこねなくても伸びとツヤが出てきます。このタイミングで一度パンチを入れます。外側の生地を真ん中に持ってくる要領で10回ほど折りたたみます。発酵用の容器に薄く油を塗っておくと生地が剥がれやすくなります。理想の温度は5度、冷蔵庫で一晩発酵をとります。今回僕は12時間発酵をとっています。こねなかったため酸化が抑えられ、白よりクリーム色に近い色になっています。冷蔵庫から出したばかりの生地を冷たいままパンチを入れます。打ち粉を振った生地を台に大きく薄く広げて三つ折りを繰り返します。この工程は生地に新しい空気を取り込むことでイーストの力が強まり、パンがより膨らみやすくなります。縦と横に三つ折りを2回、パンチが終わったら生地を容器に戻して20度になるまで覆温させてから分割丸めへと進んでいきます。20度まで覆温させた生地を4等分して丸めていきます。約 80g の生地をこのような棒状に丸めておくと成形がやりやすくなります。生地が乾かないようにしてベンチタイムを20分とってください。
成形を早くきれいに行うための一工夫をご紹介します。お好みでブラックペッパーや粒マスタードを塗ったら半分にカットして重ねます。たくさん作るほど効果あり。やみつきベーコンエピの成形に入ります。きれいな面を上にして軽く叩きながらガスを全体に散らせます。今生地はベーコンより少しだけ長い状態。最初に上半分をベーコンが隠れるように折りたたんでください。2回目で端と端をくっつけます。完成形の長さは22センチ。転がして太さを整えたら鉄板に移します。転がすときは利き手に力が入り細くなりがちです。利き手は添えるだけ。逆の手を意識してみてください。今回はオーブンレンジの発酵機能を使い、30度で30分、最後の発酵を取ります。加熱水蒸気の機能がついている方はぜひ参考にしてみてください。鉄板は2枚使います。1枚目を上の段にセットして300度で予熱します。予熱完了のアラームが鳴ったら霧吹きで湿気を出してから素早くパンを入れます。10分後、上の鉄板は外し、パンを180度回転させながらオーブンモード230度に切り替えて完成まで焼きます。最後の発酵が終わりました。少し戻って指の跡が残ったまま発酵完了の目安です。5か6カットが理想です。ハサミの角度は45度。刃の先が毎回鉄板に当たっているのが確認できると思います。霧吹きで湿気を出してから加熱水蒸気モード300度で10分焼きます。上の鉄板は外し、パンを反転させてからモードを切り替え230度で完成まで焼きます。僕はこの後もう一度反転させて焼きムラを防いでいます。焼き上がりました。